何これ、クレイトスが愛する妻と出会って夜記念に受け取った特別な盾だって。もうこれ装備しましょうよ。ねえ、もうコントローラーも冷てえんだわ、マジで。どんだけ寒いね、ここ最近よ。あとこのね、遠距離スキルとかさ、この近接戦闘スキルとかいろいろあるんでね、こういったものもね、ちょくちょく出していければなと思ってますよ。よし、行こうか。っていうか、もう俺も死にそうなんだよ。ねえ、ここに死んだ魚もいるし。まあ、とりあえず目的地ね、ガンガン進んでいきましょう。イエーイ、そう、昨日ここで死んだんだよ。ボケや、お前。ったく。もう早速使ったろうが、もうこれ。これ、殴ってくる。で、めおる。なんだ、気をつけろって。効かないんだわ。死にくさらよ、お前。なんかいるでしょ。おお、危なっ。やべえよ。お、かますしかねえな。うわーっと。俺も死にそうって。危ない、危ない、危ない、よし。いや、死ぬわけにはいかねえんだ。もう回復とかしたいな。なんか防具かなんかつけれた気がするんだよね。武器。リヴァイアさんなんですけど、これですよね。先っちょの絵のとこにね、なんか特殊なやつつけれるんですよ。敵を倒すと体力回復するっていう、今これつけてるんだけど、もう HP 危ないっていうね。防具あればな。光合式、あ、そうだ、これつけてるんだからさ。そうね。やっぱりね、効率を大事にしたいんで、あ、これ行きましょうか。やっぱり成功時。高確率で体力を一生回復。もう体力回復しといてくれ、これで。よし。いきなり脱いでどうした？あ、これつけましょうか。L10で体力回復だって、丸。おー。あ、ちょっと回復するわ。オッケーオッケー。じゃあ、いざとなったらね、これで回復していきましょうか。で、ここになんかあるから、アトレウス？これはまだ読めないよ。読めないんかよ、お前。何？え、じゃあこれは？これ読める？読めないよ。まず解読しないと。なんかちょっと逆ギレしそうやね、お前よ。なあ。え、これやばいよね。これ毒だよね、きっと。怖い。おおおおおせっかく回復したのによ。もう瀕死や。あれ壊せるかな？あ？おっと。ははー、なるほどね。あ、これやっとけば俺ここ進めると。そういうことでしょ。ああ、完璧よ。いけるべ、ここも。よーし。なんかアイテムあるな。で、このアイテムを取っといて、はい。で、はい。行きましょう。俺死にそうやねんな。丸。よーし。ちょっとリヴァイアさん、あそこに引っかかってるんですけど、取ってみる？はい。よっしゃ。で、目的地はこっちだよね。これ拾える？拾えないね。じゃあ行きましょうか。もう寒くなってっからよ。おー、明る。うわ、ここ霧が濃いね。ドワーフだ。話を。そいつ、なんだっけ。放っておけばいい。あ、ちょっと、その斧を、一体どこで手に入れたんです？話す義理はない。確かに、そうかもしれませんが、その斧はもともと、私たちが作ったもので、あなたに送ってはいない。なんだ、あ、シンドリだ。そうだ、シンドリ。それは、無理です。私がその斧を送った女性は、とっても、素晴らしい人だったので、もしあなたが彼女に何かしたのなら、うん、承知しませんよ。これは母上の。死ぬ前に父上にあげたんだ。フェイが死んだ。それはとても残念です。勇敢な戦士で、いい方でした。それなら私が斧の手直しをいたしましょう。でも誰も頼んでないけど。まあそうですが。めっちゃ独白やん。でもあのお方ならきっと私に命じます。目も当てられない改造をした張本人が私の兄と来れば当然です。やっぱりブロックの弟なんだ。もう片方の焼き印。青いのはお前の兄か。青いの。でも私の方が腕はいい。向こうもそう言ってたよ。女神フレイヤに。改良は無駄にするな。さらに鍛えてみせろ。
そう、改良はすんな。わかりました。鍛えるだけでいいね。炎はあちらに置いてくれますか。さすがにその絵は断る。不潔で。わかりました。めっちゃ潔癖症なんだねこいつ。いただきましょう。持ち方よ、もうこうだからね。わかるわ。でも切れてるし、クレイトス。さっき何してたの？あれ、空の釣り船ですよ。あの山の上には貴重な資源がたくさんありますから、掘った資源をこれで下ろせば楽かな。直し方わかってるの？いいえ、全く。え、てかサメ、おお、なんだ、来た来た来た、あ、来た、上だ。やめ、ほら、カブルス、ナイス。なんだ、見えない見えない見えない。おい、さあ来たな。あ、後ろか、ナイスだ、トルス。勇敢すぎる、戦士になったな、お前も。おお、来た、おら、よお、決めるわ、てめえ、おら、オッケー。もう最高、全然当たんで。あの野郎、待てよ、てめえ、待てよ。よっしゃ、じゃあもうガンガン上登っていこうよ。ああ、なるべくね、もうサクサクとクリアしたいから、これは。もうどこだっちゅう、でもわかんねえな、道がよ。こっち？こっち合ってる？あ、この上ですね。僕たち、おいで。ちゃんと山に近づいてる？多分。そうだ。めっちゃ声かっこいいよね。おっと、おっと、おっと。来たよ、もう。あ？どっから来る？ちょっと待って。進めるか。あ？撃て、ナイス。オッケーオッケーオッケー、はめろはめろはめろ。いけるかいけるか、よっしゃ、オッケー。てめえ、こんなの。よっしゃ、ここどこやね。いやー、まだまだよ。ここから先は僕が母上を運んでもいい？うん、それはダメだ。遺廃ね。僕の方が仲良かったのに。だって僕はずっと一緒にいたけど。それは違うよ。父上は狩りで。それ以上余計なことは言うな。サイレントキルできるか？うわ、もうバレたわ。決めるわ。まだ。決めるわ。おら、よっしゃ、ナイス。よーし。おっと。めっちゃ力あるな。カドルスね。うわー、びっしょ。まずい。こいつはまずいわ。ナイス。まずい。痛い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 。目や。よし。てめえ。え、もう倒したの？生きてんだべ。うお、まずい、ちょっと待って、ま、周りのザコや、周りのザコ。おっとおっとおっと、あぶねあぶね、周りのザコ、いっそいけるか。あ、ダメだ、遠いな。おお、うわ、ちょ、待って待って待って。一旦離れまして、
おいし、おいし。オッケー、もう勝てるな。オッケー。いやー。でね。オッケー、来た。オッケー。オッケー、操れるのな、こいつ。よしよしよし。ほら、いけいけ、殴れ殴れ殴れ。こっちは。オッケー、オッケー。ね。よし。こっちよ。全体攻撃。あー、もうええわ。もう横取り。いらない。はい、もう、取りたい。すげえ。爽快。決めるわ、じゃあ俺も。やら。どうや、ほら。あ、だ、あかん、あかん。アトレウス。誰もいないよ、アトレウス。おっと、いやー、オーガ、よっしゃー、いやー、もうあいつ乗るの多分すげー楽しかったぞ。うわ、通りで母上が来たかったわけだね。そうだな。いや、しかしすごいなグラフィック。高っ。おー、やべー、何代目ホカゲだよこれ。あれは煙、すごいな煙。あ、この黒いやつ、いけないべ。近づくな。うわ、なんなのこれ。近づくな言うとんねん。別の道を探すぞ。あの魔女がここにいたらな、どうにかしてくれそうなのに。私の術でも闇の息は消せないし、他に道はないわ。オーディンが昔こうしたの。なんでここに。あなたの旅が心配で来たの。なぜ今頃来た。友達の治療で忙しい。綺麗な横顔だな。もう忘れたの、うん、オーディンの闇の息は私でも打ち払えない邪悪な術。オーディンの闇の息、アルフヘイムの清き光だけがこの闇を照らせる、でも道は遠い。そこまでする理由は何。すべてさ、ついてきて。なぜ助ける。あなたを見てると昔の私を思い出すの。それに昔の私、手を貸せば過去の過ちを償える気がして。あなたが気に入ったし、友達を撃ったのに。友達を撃ってもよ。そう、うん、どこへ向かう。向かうは新たな世界。新たな世界、うん、裸足やんスキャップスラグ、はい、いいです。何ついていくの。別の世界に行くの。一緒に来る。少しの間魔女に従う。またや少しだけこれを使いましょう。グレイサー、グレイサー、シンドリが壊れてるって。シンドリ、他の麓にいるドワーフだ。着いた時直してたんだ。私は誰も見なかったわ。直し終わったのかも。ドワーフはとても物知りだから。出会った二人は尺に触るがなそうね、向こうもそう思ってるよ多分クレイトス尺に触るわって。あ、どこ行くの。あ、向こうですか。はあ、話しだし。あなた、俺とアトレウスペアルックやん。ほら見て、湖の中心にテュールの神殿が。そこからならアルフヘイムへ行けるでしょう。どうやら水も引いたみたいだし。なぜ大蛇は湖に。誰も知らない。ある日突然現れたの。そしてすぐさま、うん、トールが襲い、世界を揺り動かすほどの戦いを繰り広げたわめっちゃ近いけど。けれど結局勝負はつかず、トールは手ぶらでオーディの元に戻った。蛇はとてつもない大きさに成長し、今では水ガルズ全域を包むほど。ほら、言ったでしょ。以来彼らは互いを憎み、来たるラグナロクで殺し合う運命に。ラグナロクを信じてるの。そうならないよう願ってる。ラグナロクか。次回のゴッドオブウォーはね、ラグナロクなんですよね。すごい楽しみですよ。だからもう本当になんか続き話してみたいな、そんな感じなんです。僕は大抵の言葉を理解できるんだけど、あの言葉は。あ、ここだよ。ちっともわからなかった。あ、いないわ、シンドリ。わかる人などいない。忘れ去られた言葉よ。それ、どこ行くん。寂しそう。
え、開けるの俺が。気をつけて。この先行きましょう。本当に？前にここを通った時道はなかったよ。ほらね。あら、そうだった。いいもの見せてあげる。呪文や、来るよ、ほら。あら、弓矢。あなたも弓矢を。はい。おぉ。リオスさん。おぉ、橋だ。わお。エルフの技術よ。アルフヘイムの光が宿るこの剣で、エルフの魔法を呼び起こすことができるの。はい、進めないです、僕。パッと消えたりしないよね。光が輝いている間はね。こっちよ。いいな、それ。あの根っこ、どんな魔法なの？バンシン族。バナヘイム？知ってるの？少しだけ。バンシン族はいつもアース神族と争ってるって母上から聞いた。オーディンたちと比べたらいい神様だよね。あ、戻ってきた。いい神など存在しない。そう教えたはずだ。神様全員殺しちゃったからね、グレイトス。いや、次回作でね、あのヘビとね、戦うのか共闘するんだからね、ちょっと楽しみですよね、きっと。階段を降りたら右へ進んで、あ、行きましょう、はい。いやー、楽しみだな、右、はい。こっち。光の結晶がある。光を復活させるから待っていて。そうなの。やった。これから何をするの？神殿の補修よ。まずはその軸を持ち上げて。これか。はい、それを元の位置に押し戻す。連打。いや、ボブそんだけ力あんねんこいつ。いいわ。じゃあ足を溝に沿って押してみて。押すよ。はい。すごい、足全体が回転してるよ。どういう仕組みになってるんだ。本当に力持ちだね。足が最初の位置に戻るまでそのまま押し続けるのよ。もう疲れた？足が最初？着いた？これでいいわ。到着。戻ってきて。準備できた。巨人とエルフ、どっちがテュールの神殿を建てたの？多くの種族が建設に協力したわ。世界の平和が失われてしまう前の最後の共同作業になった。場所変わった。すごいね、二人が通るまでちゃんと押さえてるんだよ。とちゃんとジェントルマンだから、そこは。あれ、あ、いない。ブロック、ブロックいなくなったし。リオス、弓の鶴が光ってない。力を使い切ってしまったの。弓の鶴にかすかに残った光がもう消えてしまった。弓を貸して。おお。あ、トレオスに新たな力が。入れたら力を鶴に宿すの忘れないで。もう一緒には来ないの？これでアトレウスもその青い弓使えるようになったのかな。なぜだ。神々に好かれてないの。ここなの？暗いね。この神殿は150年間水の底で長い眠りについていた。ビフレストの光さえあれば神殿は目覚める。めっちゃ話すなお前。エリア発見、異次元の間。おお、メインクエスト変わったよ。新たなる世界来ましたよ。アルフヘイムへ移動する。これは巨大な世界樹の根の一部。このおかげで世界をまたぐ旅ができる。なるほど、ステージ変えられるんですね、ここで。これはどう使う？はい、これを使うの。ビフレストよ。これで別の世界へ行ける。ビフレスト。アルフヘイムの光を中に宿すことで使えるわ。ビフレストをそこへ。ガチン。ちょっと待って。それで少し待って。8時53分。神殿がその長き眠りから目覚めている。別の世界に渡れる場所はただ一つ。神殿にあるこの部屋を置いて他にない。目の前にあるのが今私たちがいる神殿よ。
湖の周囲には各世界の塔が立っている。全ての世界は同じ空間に位置しているの。鏡の世界のように、この門も外にある塔も九つの世界も、全ては世界樹の枝の上で共存し結びついている。世界をつなぎ止めているのはビフレストの光だけ。この空間はその光を制御できるの。これが世界樹？これは世界樹をただ模したものよ。そう、ユグドラシルは遥かに大きな存在なの。この生命の木は世界の運命と共にある。私たちと同じようにね。世界樹は大地を育み、その枝葉から滴り落ちる雫は川となる。大枝の上で育まれるあらゆる生命を世界樹が支え、木にみなぎる活力が生命を織りなすの。誕生、成長、死、そして再生、あらゆる命の糸が紡がれ、時と世界を超えて世界樹へと帰るのよ。これがこの仕組み。でもきっと知りたいのはそういうことではないわね。そうだ、わかった。あなたが外で押した橋は今バナヘームの方角へ向いているわ。だから、うん、台座を回して行きたい世界に合わすの。アルフヘイムへ。どの世界にも橋を解除するための旅ルートがあるわ。アルフヘイム、ここですね。これがアルフヘイムへのルーン。これでアルフヘイムへの橋がつながる。オッケー、準備できた。世界へ移動する。ビフレストを忘れないで、なくしてはダメよ。よっしゃ、で世界と世界がこれでつながる。でこれで外に出ればアルフヘイムへつながってるわけですね。行きましょう。めっちゃ白黒になったけど。あの結晶が見える。それぞれの国にはビフレストの力を増幅させる結晶が一つある。おお。それで国への橋を架けるの。だから別の国へはこの部屋からしか行けない。湖になかったもう一つの塔は？ヨトゥンヘイムの塔は100年以上前に全ての国から消えてしまったの。巨人がミズガルズから消えた時、どこにどうやって移動させたのかは今も謎のまま。きたー、スキャップスラック待たせに入れましたね。新たなる世界。でも完全に動画タイトルこれだよね。来なさい。よっしゃ。光が消えている。これで使い切ったようね。アルフヘイムの光で満たされるまで戻れない。閉じ込められたか。あなたなら簡単に水がれずに戻ってこられるはずよ。それであの闇の息を打ち払える。よっしゃ。アルフヘイムの光で満たされればね。でここを開けると新たな世界。ほら、おお、すげえアマゾンみたい。こんな感じよ、マジで。アルフヘイムへようこそ。どうも。光の場所はわかる？視界が霞んでる。何かおかしい。あの光の柱がそうよ。光は円環の神殿の中心部にある。嘘。ああ、もうしまった。まだダメよ。ビフレストを復活させるには光に入らないとダメ。怖い怖い怖い。顔が怖いわ。うわ、行っちゃったわ。きっと無事だよね。おそらくな。行くぞ。行くしかねえ。さあ、うわ、めっちゃすげえ。ねえ、ここ見てよ。ティールの橋。離れるなよ。何も触れるな。離れんなよ。わかった。何も触れる。スーパーか。なんだっけ、これこ、そう、ぶっ壊すんだよね。壊しちゃったんじゃないの？あ、もうどんどんぶっちぎっていきましょう、こういうのは。仮のエルフを殺してる。戦争の終わりだ。光が負けた。おお。なんだ、来んのか。どこの戦士だ。おお、いっぱいいるな。こいつだな。うらー、てめえ。超かっこいい倒し方。あ、いけるいける。お、3本あるじゃねえか。はい、よーし、船発見。
運んでいける向こうに。今なんて。何も言っていない。さっきからあれだな、なんか聞こえてんのかな、アトレウスは。え？またか。何も言っていない。変なの。何か言ったと。ああ。おい、どうした？どうしたもう。声が。耳鼻科行けってお前。聞こえないの？何も聞こえ。収まった。叫び声、怒鳴り声がたくさんして。本当に聞こえなかったの？いいや。怖い声だった。いやもう俺の鎧めっちゃかっちょいなそれ。違うって。行くよほらもあれだよね、完全に早送りだよこっちは。あれ見て、円環の神殿だ。おっと、光の湖に着きましたね。気をつけろ。なんだろう、渡れるそこ。あ、めっちゃ来た。わわわわわ、橋を消したんだ。なんで。増援を阻むためだ。おお、来た。なんてめえ、ほらびっくりしたな、よこせつもりだ、ほらボケ、はい、さよならバイバイ、一緒にいるやん、めっちゃいるやん、ちょ、待て、おの、おの、よっしゃ、どっから飛ぶのか持ってきたぞ、決めるわ、ほらどうや、強いな、こいつ、ちょっと、おっしゃ、決めろ、ボケ、ラリアット、ほら、よこせ、そこの、ボケ、はい、さよなら、わお。どこにいんねん、無駄に岩掘ったわ。もうスタンダメージ与えるから。はい。やっぱいっぱいいるな。僕が聞いた声、エレベーター、かすかな声だけど、はい、奥の方で聞こえたのは絶対母上。そんなはずはない。でも聞こえたんだ。アトレウス、やめろ。俺は出た。見た目が違う。見てよ、あの角。なんだこいつ、ボスか。嫌な予感。おっと、来たね、おら。神殿入った俺、これ。じゃあ頼むわ、お前のイノシシ部隊。ゴー。イノシシ部隊。もうスタンダメージが半端ないから、ほら。もうすぐに。もうすぐラリアットもするし、もう槍も奪って、はい。よし。ほら。いけるか、よっしゃー、もうね。こいつ、こいつ、さあさあさあ。いつでも。いつでも。おお。よし、はい、全員的これあかんな、あかんな、ごめん、待って、倒せるか、そいつ、アトレス、いけ、そいつ任せるわ、俺こいつやる、よし、なんやねん、もう死にそうやねん、てめえ、うらうらうら、うわアトレス、あ、ごめん、間違えた。アトレス助けて、いや、どうも、はい、やーい、蘇生術、ナイス、やってもた。やべえ、もう申し訳ねえ、アトレス特攻死んだしね。まあ、とりあえずね、新世界に来たし、おそらくね、キリもいいので、今日はこの辺までにしておきましょうか。